はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の参考書方程式の計算特区丸1をお送りします。ではこのページの題目1の方ですねの解説まずやっていきましょう。で1番からいくんですが、まあ、方程式ね今回勉強してもらってイコールがあるじゃないですか。イコールの左側左辺に文字がついてるもの、右側右辺に文字がついてないものを集めます。イコールを使ってね。だからこの1番も 3x 左側に持っていきたいので、これちょっと丁寧に書こうか。まあ、5x はこのままでいいんですけど、持ってくると符号が変わるからマイナスに変わります。でイコール、でもともと12がいます。プラス4右辺に持ってくる移行してるので符号が変わりますと。であとこっち計算すると 2x、 こっち計算すると8です。で両辺2で割ると x イコール4で、これで終了でございます。もう基本的にこのスタンスね、もう移行してで計算するだけだからさ。だからこれも9をまず右辺に持っていきたいので、これこのまんまで持っていくと、もともとプラスが隠れてるのでこっちに移すとマイナスに変わります。で計算するとマイナス4で、マイナス、これね、マイナスが邪魔なので、その時は、両辺、ともに、符号を変えようと思ってください。つまり、こっちをプラスにすればさ、x になるから、じゃあこっちもプラスに変えちゃおうねっていう発想です。これで x が4。で、終了と。じゃあ次行きましょう。で、カッコがある場合は、先にね、分配法則で配ります。だから、3を、この両方に配ってあげると 3x-12 となります。で、あとは同じね、集めます。で、ここからちょっと暗算が入っていきますけど、 5x こっちに持ってくると -5x です。 3x と -5x 計算してるのでこっち行っちゃおうか。 -2x になります。-12 右に持っていきます。持っていくとプラス12なんで、2とプラス12で14。最終的には x イコールにしたいので、マイナス2で割ってください。マイナス2が邪魔だからね。だからこれもマイナス2で割ると、マイナス7。これで OK。で、次、分数が邪魔です。で、分数のまま、ね、私は分数のまま行きたいっていう方は止めはしないですけど、計算ミスが起こりやすくなってしまうので、まず分数をなくしに行きます。で、どうなくすかっていうと、これ2分のだから2が邪魔なのね。なので、全部に2をかけます。そうすると、まずここ2をかければ、シャッて消えるから、単純に 3x に変わってくれる。で、気をつけなきゃいけないのは、2をかけるっていうことをしたら、全部に2をかけます。全部ね。だから1にかけるからマイナス2イコール8マイナス 2x と形が変わります。でもあとこれ計算するだけだからね。マイナス 2x こっちに持ってくるとプラス 2x に変わって、 3x とくっつけると 5x。 マイナス2右辺に持っていくとプラス2、8とくっつけると10になります。だからね、両辺5で割ると x イコール2。これで OK と。じゃあ、じゃんじゃんいきましょう。で、次は分数が2つあります。3と2が両方邪魔なので。そしたら、この2つの最小公倍数をかけます。まあ、3と2、何かけたら消えるかなって考えると、6で消えるんだよね。6をかけると消えると。で、ちょっと気をつけてほしいんですけど、6をかけるんだよ。かけると消えるじゃないですか。でも、6をかけてるんで、約分すると2が残ります。これどういうことかっていうと、今こいつに6をかけたんです。約分して2が残るってこういう感じ。で、一個一個丁寧に書いてもいいんですけど、時間がちょっともったいないんですよね。だからテストの時って結構ここ時間がね、かけてしまうと他の問題間に合わなくなる時が出てくるので、できれば、まあこういう風に6をかけてるから2が余るよね、みたいな風に書くといいです。ちょっと消しちゃいますね、ここね。で、さっきも言ったように全部に6をかけるから、ここも6に変わります。
で、ここも6で約分すると3が残りますね。で、この2とか3、残るものを書いておけば、こうなります。この子も、この子も、分数の棒から落ちてくるので、落ちてきたら必ず括弧をつけます。ここが、ポイントというか注意ですね。で、3が残ってます。棒から落ちてきたんで、3x-7 は必ず括弧の中にこう入る。で、これじゃあ、2を配ると、括弧の中にね、2x+8 で、+6そのまま書いておきましょう。3配ります。9x で、-21と。で、ちょっと数が多いんですが、9x、文字くっついてるんで、左に持ってくると、-9x。で、2x とくっつけると、-7x です。ここくっつけて14にしちゃいましょう。14持ってくると -14 です。-21とくっつければ -35。で、両辺ね、-7で割ると x イコール5と、こうなります。で、次、小数ですね。で、小数は全体に10をかけたり100をかけたりします。基本的に10で大丈夫なんですけど、これ10でいけるんですが、あのね、0.02x みたいな感じで、小数点を2個動かさなきゃいけないのが出てきたら100をかけてください。でも今回全部小数点、こうやって1個ずらせば OK なので、全部に10をかけます。10をかけるっていうのは位が1個上がるので、小数点1個ずれるってことなんでね。で、そうすれば、4x+5=26-3x と。で、小数全部消えてくれるので、あとはね、同じように計算します。だから小数の方が簡単なんだよね、分数より。で、-3x、こっちに持ってくると、+3x、4x とくっつけると、7x になります。で、+5あっちに持っていくと、-5、26とくっつけると21です。両辺7で割ってください。x イコール3となります。さあ、次ね、小数の分数入ってめんどくさっていう感じがするんですけど、で、これはですね、まあ、5を、あのね、分数と5が邪魔なんで5をかけようかなとも思うんですが、5だけだと小数点が消えないんですよね。で、小数がいるからもう10をかけようと思って10かけるとちょうど消えるからこっちも。だからこれ全体に10をかけます。で、10をかけるとここが 15x。でね、さっきもやりましたけど、絶対に全体にかけます。だから、ここにもかけて -30。で、5分の6と10、約分すると12になります。で、ここにも10かけるから位が上がって3になると。で、こっち持ってくると -12x。この子とくっつければ 3x。で、-30。こっちに持ってくると+30です。で、この子とくっつけると27。両辺3で割ってください。だから x は9と。こうなります。さあ、ラスト。ね、分数祭りですね。分数めっちゃありますけど。分母2。4、8、2、これを全部消すためにはいくつかけるって考えると、これ8かけると消えるんですよね。で、考え方としては、まあ一番大きい数のね、まあこれをかけると大体消えることも多いんですが、まあ最小公倍数考えるしかないんですけど、ひとまず今回8をかけると4も2も消えてくれるので、8をかけていきます。で、8かけるとここが約分して 4x。これ今暗算でやってますけど、普通に計算しちゃっていいからね。ノートとかそのワークとかの隅でやってもらって構わないんで。で、これに8をかけると、+6。8かけると 3x。8かけると約分して、-4 と。で、あとはね、3x。こっちに持ってくると、4x とくっついて、x になるんだね。で、+6。右辺に持っていくと、-6なんで、くっつけると -10。ちょっと下に書こうか。-10。で、今回は x にもなってくれたので、これで答えとなります。いいかな？
なので基本的にはまずここですね、この普通に移項だけで解ける状態をまず慣れておく。文字がついたものが左辺、文字がないものを右辺で移項で持ってってちゃんと計算をする。で必ず最後 x イコールもしくは a とかって文字を使ってるんだったら a イコールと、そこまでちゃんと計算持ってってください。ここで止めちゃダメだよ、 2x イコール8でね。でこのやり方が分かれば、括弧があれば配ればいい、分数があればかければ分数を消せばいい、で小数は10もしくは100をかければいいと、一個ずつの技をちゃんと覚えていけば解くことはできますので、ぜひねこんな感じでやってみてください。では今回は中学校1年生の参考書の方程式の計算特訓の丸1、まあ大問1ですねをやっていきました。今回もねここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。で大問2の方もありますので、もしよかったらねそちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。